はい、皆さんこんにちは、こんばんは、月平です。数日前にね、ダウンロードいたしました、ザ・麻雀。なぜかね、突然麻雀が久しぶりにやりたくなりました。まあ言ってもね、私麻雀そんなに詳しいわけでないんだけど、まあとりあえずね、ちょっとやりながら喋っていこうかなと思います。まだ初見だから何があるのかわからん。カスタマイズ、ルール、設定、設定は何があるんだ。BGM と対局中 BGM、振動、特にいらないな。私ね、まあ、最初の頃の私の動画でもまあ言ってるんだけど、まあ、実際私クォーターでして、でまあだからといってね、麻雀にすごい詳しいってわけじゃないんだけど、そもそもね、まあ私クォーター、まあ中国なんだけどね、中国と日本のクォーターの間に生まれた子供になるんだけど、だからといって麻雀に詳しいわけじゃございません。そもそも中国と日本の麻雀ってちょっと違うんですよね、なんか。実際中国遊びに行った時教えてもらった麻雀と、日本であのゲームセンターでやった麻雀とちょっとだいぶ違ったのでね。なんでまあ、もともとそんな詳しいわけではなくて、上がり方は知ってるんだけど、なんだろうね、点数の読み方がわからないんですよ。まあということでね、まあ暇つぶし程度にね、ちょっと遊んでみようかなと思ってるんで、まあせっかくだから動画も一緒に撮ろうかなと。灰の変更。この辺は未開放。やっていけば開放するのかな。これ課金とかさせられるのかな、よくわかんないけど。この辺は、バン変更。この辺もあれか。やっていかないとダメだな。なるほど。女性か男性かしかないね。動物的な、そういう、キャラクターはないな。はい、ってことでね、まあこのソフトはね結構良くてですね、まあ、値段も500円と、コンピューターと、まあ、もちろんオンラインもできるということでね、ちょっと選んで、遊んでみようと思った理由がそれですね。まあ、安いのが一番。まあ、これのね、なんかアップグレード購入でなんか2000円バージョンもあったけど、まあ、とりあえず、体験で500円のやつをダウンロードして、まあ面白かったら、ちょ正規な、アップグレード版も買おうかなと、今は思ってないけどね。今は思ってない。とりあえず、コンピューターとはどれだ？インターネットを通じて全国のプレイヤーと対戦する。フリー、自由にいる。あ、これだね。とりあえずコンピューターと遊んでみようか。実際自分そんな強いか弱いかね、言ったらね、そんな強い方ではないんで、まあ、そもそも麻雀なんてね、強い弱いなんてそんな、ね、運が強いところもあるからね。特殊ルール。まあ、とりあえずは、規定通りで、いっかな？特に、なんだこれ。何も選べない。まあ、開始で。さあ、久しぶりにやってみるかな。もともとね、ゲームセンターでね、だいぶ、麻雀ファイトクラブなるものをね、いっぱい遊んできたんで。これ真ん中のなんか波紋みたいなの、なんだあれ。あ、俺の番ですよっていう意味なのかな。てか、めちゃくちゃ灰良くないこれ。いろいろ他のボタン試してみようかな。LR、特になし。はいはい。R、L、R、R、Z、R があると。なるほど。Z、R しかないね。Z、R と十字キーだけだね。よし。シンプルでいいね。
そっか、コンピューターと遊ぶ場合はあれか、時間制限がないのか。そこがいいね。時間制限ないんだったら。ドラ取っとこ。なんとなくドラをいっぱい溜め込めば簡単な考え、安易な考えだよな、ほんと。ドラいっぱい溜め込めば点数が高いっていう認識。何今ロボットみたいな腕が出たような気がしたけど。対戦相手のキャラ、お、ドラかぶりましたね。あ、これいいんじゃね。これちょっとあれだな、これいらねえな。ポン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 はしない。いらねえな。自敗が来ないですね。いらんいらんいらん。このまま流れちゃうんじゃないかこれ。お、リーチリーチ、リーチ。3ワン待ちか。これ結構点数高いんじゃない？これ。めっちゃ素人だな。これ、めっちゃ点数高いんじゃない？まあ多分高いと思うよ、だって。1、2、3、5、6、7。あー、数上がったらよかったな。あ、これ上がれねえ。あ、上がった。ロン、ロンはこれか。1万2000点ぐらい。だよね。なんとなく、なんとなく、読み方は分かんないけど、なんとなく分かるよね。いいね。これまあコンピューター戦だからね、勝たせてくれてるっていうのもあるのかな。難易度選べないからね。あ、でも上級って書いてある、なんか。R 情報。ああ、情報。なるほど、なるほど。上級、中級、初心。ああ、右隣にいるやつが上級か。強引派。逆配派。なぜか知らないけど名前がもう自動的に月平と入ってるな。まあいいや。さてさてさて、次は、何狙っていこうかな。基本ね、あんま僕はね泣かないんで、ポンとかチーとかね、アナウンス流れてもいらないんですよね、逆に。この動画見てる人って、どうなんだろうね。面白いと感じるのかな、こういう麻雀。麻雀ってさ、まあ僕よく、まあ動画とかで、まあ YouTube でもそうだし、まあ ABEMA でもそうだし、麻雀結構よく見たりするんだけど、結局、なんだろうね。喋ってくれてる、なんだろう、人がいないと面白くないよね。ただ打ち手側は喋らないじゃない、基本。なんでそういうところでね、アナウンスしてる人とかね、実況してる人は本当重要だよね。今日俺はそう感じましたね。実際にこの動画撮ってて俺が喋んなきゃこれ何にも成立しねえんじゃない。ああ、いいな。どうしようかな。これ捨てちゃおう。ってことは、あと1枚か。
リーチ。どうしようかな、どうしようかなって言ってもな、こっちだろうね。老僧急僧っていうのかな、日本の場合は老僧急僧。まあ、中国の場合はルーティアオチューティアオって言うんだけどね。まあ私多少ねちょっと喋れるんですよ喋れるんですよ、こう見えて。上がったじゃん、全然気づかなかった。8000点。何俺、なんだろう数え方わかんないけど、なんとなく勘だけで点数当ててるのすごい感じがする多分今まで見てきたのと遊んできたっていうのは多少あるから、勘だけで点数を言い当てるってのはあります。そこそこすごいと思うけど、まだちょっとオンラインはな、俺にはまだちょっと早いな。てかみんなロボット、あそっか、コンピューターだからあれか、ロボットの手なのか。あやべ、あいつやべえんじゃねえ、あいつやべえな、あいつやべえな、これは。多分今回は上がれねえな、上がれないね、これは。上がれねえなって言いながらもうリーチじゃねえけど、あでもな、わかんねえな、あいつテンパってると思うんだけど。かん、これでパーピンが出たら、パーピン出たら大変なことになるんだよこれ。ドラ一気に読んだぜ。お、上がっためっちゃついたろな、いいね。演出があんま激しくないね、なんかやっていくうちになんか増えていくのかなこれ。少ないね。まだ、点数はそんなに開いてはいないな。こんなん一発でひっくり返される可能性あるからな。もう今回は、俺が親か。ああこれは早く上がった方がいいのかな。ひら。これは、よっしゃ当てちゃってるからな。違うんだよ。ヤンピンじゃねえんだよな。くっついてくんねえな。てか BGM どうした、 BGM。 おい、BGM どうしたんだよこれ。 BGM 鳴ってる？なんか鳥のさえずりしか聞こえんな、おい。来ないね。ピンズが欲しいんだけどね。これ流れる可能性があるな。どうしようかな。テンパイに持っていこうかな。もう2周ぐらいいけっかな。これはちょっとな。
もう無理だな。これじゃもう引っ張れないな、これは。これはもう、テンパイに持っていこうか。あ、違う。違うよ。なんで俺チーしちゃったんだよ。チーじゃねえよ。ポンさせてくれよ、ポン。テンパらねえよ。よし。とりあえずテンパイに持ってった。あ、違う。テンパイじゃねえじゃん。俺、スーリューピンかと思って今。全然、3、5、6じゃねえかよ。ピン図が全然違うじゃねえかよ。脳天。みんな脳天じゃねえ、これ。うん。だよね。なんとなくそんな感じはしてたよ。4本場。トム2曲。いいね。やっぱ音楽あった方がいいね。さあ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 。あいつ風ハイばっか捨ててやがるな。なるほど。本はしたくねえんだよな。最後はリューワンで上がりたいね。ローワンっていうのかな、ローワン。あー、ちょっと違う。1枚出てるな。まだいく。あー、しくったこれしくったな。しょうがねえ。テンパに持ってきてるけど泣けねえしな。これ泣いてもしょうがねえしな。ちょっと待ってよ。泣いてもしゃあねえな。のてテンパってんじゃねえかよお前。5本場。さてさて、いいんじゃないかな。これ捨て牌超もったいねえじゃねえかよ。123ピンズが。いいんじゃない。はっ、ふざけんなよ。積もりたかったんですよ。
まあでも積もでよかったよ、俺からじゃなくて。まだ安心できる点差じゃねえからな。1万6000点でしょ、あっという間だ。1万6000点なんて。あいつどうしたどうした、俺にお前ファイを、俺のターン回してこねえのか、あいつは。あいつ早そうだな。おいおい、隣もそうじゃねえかよ、両隣どうしたんだよ。おい、今回俺狙い撃ちか、やべえなこれ。あ、でも想像出てるからこれは大丈夫だね。あー、これ変に関して下手にドラ乗られても困るしな。いやー、誰か測りそうだよな、ほんと。うん、シャワー大丈夫。リーチ、ここでリーチか。リーチかけとくか。どうすっかね。両腕出てるし、ウーアーも出てるし。一発じゃねえかこれは。よし、安い手だ。あ、カンセルよかったな、カンセルよかったな。会社な、オーラスか。あ、終わりか今ので。何、焼き鳥計算って、わからん。焼き鳥計算ってなんだ。丘計算、わからん。保存食なんかわからんけど、保存食。まあこんな感じでね、まあ暇つぶし程度にね、まあみんな見ていただけたらなと思います。まあちょいちょいとこういった動画をね、また今後、公開していくんで、ぜひともね、ご視聴いただけたらと思いますので、よろしくお願いいたします。お腹いっぱい追加されたな。まあ、またちょっとね、追加された分はまた次回、ちょっと触りながら、動画撮っていこうと思うんで、よろしければ高評価、チャンネル登録もよろしくお願いいたします。それではね、また次回の公開まで。バイバイ。